この仕掛けを誰がやったのか私には分かっています。まったく、ピーターを使ってこんなことさせていたなんて、なんてことでしょう。どうせあの連中に盗んでこさせた品物でしょう。ジェームス、構わないから全部取り上げておしまい。へい、院長先生。お前はもうこの屋根裏に住まわせるわけにはいきません。ほら、院長先生がお前のねぐらは今夜からそこだとさ、たっぷりいい夢を見るんだね。そうなんだわ。おはよう、エミリー。寒かったわね。大丈夫？エミリー、ここがどこだか分かっていて。そうよ、ここはお父様が買ってくださったポニーの馬小屋だったのよ。ジャンプ、待ってったら。お嬢様。はい。そうよ、エミリー、私たちとうとうこの馬小屋で寝たり起きたりすることになったのよ。さ、もう台所行かなくては。じゃあエミリー、寒くて寂しいでしょうけど、ここで待っていてね。ごめんなさい、お父様、こんなところへ連れてきてしまって。お母様も許して。できます。たくさんあって。え、それじゃあ馬小屋に。
仕方がないわ。私たちのあの魔法は終わってしまったのですもの。お嬢様、いやーよく寝たよく寝た。毛布がいいとよく眠れるもんだね。おはようございます、ジェームスさん、モーリーさん。おはようございます。なんで起きてたのかい。いや今な、ゆうべお前からその頂戴した毛布のことを話してたところだよ。なんだお前、私たちがあの毛布を使ったのが気に入らないとでも言いたいのかい。え、いえそんなことは。取り上げろとおっしゃったのは院長先生なんだからね。さあさあ、寒いからって火起こしばかりしてないで、朝食の支度にかかるんだよ。はい、モーリーさん。あ、セーラママ。セーラ、あ、ロッティ、アーメンガード。セーラママ、大丈夫だったの？私、ゆうべあなたが連れられていくところを見て、この学院を追い出されるんじゃないかと思って。そうよ、私心配で眠れなかったのよ。ありがとう、ロッティ。アーメンガード。でも心配しないで、ここを追い出されたりはしなかったのよ。ほら、こうして働いているでしょ。じゃあ今度は屋根裏じゃなくてどこのお部屋になったの？お部屋って、それは決まってるじゃないの。あれほど院長先生を怒らせたんですもの。他に寝かせてもらえるところがあるとすれば馬小屋だけよ。え、馬小屋？そんな。どう？違って？どうしたの？みんな聞きたがってるんだから、あなたの口から言ったらどう？そうよ、あなたの言う通りよ。私は今馬小屋で寝起きしているのよ。聞いたでしょみんな、こちらのお嬢様はね、昔お飼いになっていた馬の馬小屋に今は住んでらっしゃるんですって。セーラ、セーラママ。おはようございます、院長先生。おはようございます、院長先生。おはよう。おはよう皆さん。おはようございます。お黙り。よくも抜け抜けとそんな挨拶を。私はお前を許したわけではないのですからね。お姉様、目障りです。台所へお下がり。はい、院長先生。さあさあ、ぼやぼやしてないで。今日は冷え込むから、院長先生に文句を言われないうちに教室に火入れとくんだよ。はい、モーリーさん。教室温めてなかったの？風邪ひいちゃうわ。ごめんなさい、石炭が湿っていて。なんとか言って、自分だけ当たってたんでしょう。どいてよ。どいてよ。はぁ、あったかい。
紹介します。今日から皆さんにフランス語を教えてくださるパスカル夫人です。え、何をしてるんです、セーラ。お前には関係のないことです。出ておきなさい。はい、院長先生。今日から私が皆さんの受け持ちです。さあ、これもついでによく洗って磨き上げといてくれ。お嬢様。なんだよお前たち。どうせこんな立派な食器はお前たちには用はないだろう。私らが使ってあげるから安心をし。セーラ、買い出しに行く時間だぞ。はい、ジェームスさん。ちょっとお前さん、院長先生に言われたこと忘れちまったのかい？ああ、いけねえ。セーラを表へやっちゃまずいんだったな。そうさ、また市場でピーターから食べ物でももらうといけないからだってさ。分かってるさ。じゃあ今日から買い物はベッキーだ。いいな。はい。じゃあお嬢様、行ってまいります。です。お願いね。もしピーターに会えたら私のことは心配しないでって。はい、お嬢様。セーラ、あ、ピーターどんな状態？お前に手伝わせる仕事があるんだからね。はい、モーリーさん。だね。お隣の屋根裏の少女の様子は。残念ながら買い物に出かけたのはベッキーというメイド一人だけでございました。するとやはり昨夜のことで手ひどい仕置きを受けているのだろうか。はい、おそらくそうだろうと存じます。ご主人様からの品物は全て取り上げられてしまったようでございます。かわいそうに。さあ、これ干しときな。はい。その魔法のごちそうあなたが運び込んだに違いないってそう思い込んでるのよ。そんなバカな。お嬢様は心配しないでっておっしゃってるけど、私もお嬢様がお気の毒でどうしていいか。そうだったのか。よし、ベッキー、俺一緒に行くよ。え？お嬢様をこのままにしておくわけにはいかないんだ。ピーター。
よし、これでピーターだろうが煙突掃除だろうが入ってくれやしめ。いいだろう。よっ、ネズミどもめ、こんなところへ穴開けやがって。カシラ、メル、許して。セイラー、そこが終わったらこっちの仕事手伝うんだよ。はい、モーリーさん。くそ、根津子どもめ、かな、あげら、あいけ、あいでででで、あれ、くそくそ。おかえり、ベッキー。お嬢様。学院にお嬢様が閉じ込められてるなんて、俺もう我慢できないんです。お嬢様、俺の家に来てください。そりゃ狭くて汚いけど、食べて寝るくらい俺が何とかします。こんなところにいるよりよっぽどマシです。お嬢様、ありがとう、ピーター。でも、ダメなの。ここを出るわけにはいかないのよ。なぜです？なぜここを出るわけに？分かって、ピーター。私、今負けそうになる自分に勝とうとしているのよ。今逃げたら私、自分の弱さに負けたことに。お嬢様！教えて、なぜあなたってあんなにセーラーをいじめなきゃいけないの？なぜそんなにセーラーを憎むの？私がなぜセーラーを憎むかですって？ええ、もう憎んでなんかいないわ。え、そりゃセーラーが初めて私の前に現れた時は憎んだかもしれないわ。だって私よりお金持ちで、私よりフランス語ができて、おまけに私より美人に見えたんですものね。でも今は違うわ。セーラが私よりお金持ちのはずはないし、フランス語どころか台所のメイド、服だってボロで私より美人だなんてとても見えないでしょうからね。じゃあどうして？教えてあげましょうか。それはね、セーラが落ち目になったのにちっとも答えたふりを見せないからよ。それが許せないのよ。
さあ屋根裏の私の部屋へ参りましょう。二人で寝れば気なんかなくても温まれますです。そうはさせないよ。院長先生からセーラにはたっぷり仕置きするように言われてるんだからね。ベッキー、お前は屋根裏へお行き。はい。それじゃお嬢様、おやすみなさいまし。おやすみ、ベッキー。さあ、お前は馬小屋だよ。はい、モーリーさん、おやすみなさい。怪我をしたアメリア先生は私の手を握って意外なことを話し出すのでした。次回、超公女セーラ、アメリア先生の涙、ご期待ください。くじけた